代の軍師諸葛亮は五条原に没した。指導者を失った蜀は国力と体制を整えるべく軍を撤収する。好敵手として諸葛亮と戦を重ねた司馬懿はその死に万感を抱く。己が認めた才が一体今時代はどのように動いていくのか。司馬懿は天下とそして自分の取るべき道を審慮する。その4年後司馬懿にとって憂うべき事態が起こる。城兵を本拠に両党一体を領する公孫衍が反乱。自らを猿王と称すると魏からの独立を宣言したのである。まさに凡愚、群雄割拠へと素行する妄動に憤る司馬懿。このような乱世の愚を絶やし才ある者による時代を築くため、司馬懿は司馬氏、司馬将、王元吉らと共に城兵へと赴く。この司馬忠達の知望見せてやろう。公孫衍は肉親を陥れ国を欺く非道な男。かつて魏の使者も斬られたとか。公孫衍も面倒なことをしてくれましたね。せめて降伏してくれればよかったんですが。面倒、いえ何でもありません。公孫衍は叔父から散脱して権勢を得ました。今は義語の間を狡猾に渡り歩いています。下道とは奴のようなものを言うのでしょう。旦那様、お支度はよろしゅうございますか。うん、臣下はこたびも戦に出るつもりか。ええ、何か不都合でも。もう無理のきくお体ではないのですよ。もし旦那様がお倒れになったら。そうか、お前にも心配をかけていたのだな。心配？まさか、あの子たちを育てるためです。いい加減第一線を引くことをお考えを。うん、だが眼前でのさばるボングは見過ごせん。公孫衍は自ら降伏の道を断ち切った。わざわざ勧告してやったにもかかわらずだ。あれは最後通帳、もう遠慮はいらねえ。私の手で罰してくれよ。反乱を起こした公孫衍を撃つ。つまらぬ戦だ。迅速に終わらせるぞ。まずは味方本陣を狙う敵を一掃する。こちらに渡ってきた公孫衍軍を撃破せよ。敵が我々を誘い出そうとしているのですね。旦那様、それでも出します。我らを分断するつもりだろう。こたびは策にあえて乗り敵の油断を誘う。Yeah!
ったな。今だ、足を上げ奴らを孤立させろ。だろうと思っていたわ。体勢を維持し敵を迎え撃て。あの巨体裏手は崖になっている。登れば敵本陣の上に出ることも可能。いい頃合いよ。後の足がかりとなるやらしい。彼女を我らで制圧するぞ。光景にとらわれるな。門がダメなら違うところから入ればいい。裏手の山から敵本陣へ奇襲をかける。先ほど制圧した拠点にはしごを設置せよ。その勢い誰にも止められますまい。
私が討ち取った。敵は我らの横の空間を持っている。飛び降りて敵本陣を奇襲するぞ。私が討ち取った。いつもながらお見事な武勇。だが出番もありますが。強気しよう。フッ。ハッ。あいつさ。んが。私の国か。まったく。無駄に時間を費やしたわ。記録虚しき者よ。